みなさんこんにちは、チョリミチャンネルのしんほとりみです。イエーイ。ということで今日はりみちゃんのお誕生日プレゼントを渡していきたいと思います。ということで言われてます。お誕生日過ぎた、だいぶ過ぎてるけど、しょうちゃんね、まあ一応忙しくてね、なかなかねちょっとこういう機会が作れなくて、すいませんでした。申し訳ございません。もう顔にね出てるもんね、頑張ってるよ部活っていう。もうマジでね、聞いて焼けてるの、ちょっと見てほしいんだけど、みんなに。よくない、ここ画面越しだと分かんない、ここがやばいのマジで。そうね、まあでもしばらくしたらしーちゃんは多分戻るよね、赤くなって戻るタイプだから。そうね、うん、でもちょっとね今ねほっぺが赤いの焼けてて、リミもでもしーちゃんよりリミの方が焼けるかな、どっちかっていうとね。ね、私なんか赤くなって引いちゃうタイプだから、そうなの、そうなの、まだいいんだけど。はい、まあ、いや、とりあえずね、リミちゃん遅くなりましたね、ごめんなさい。遅いって言われて。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。11歳だ。なんだろうね、中身開ける。うん、なんだろうね、中身。しーちゃんもいいものも、そういえばもらってたもんね、誕生日に。きっといいものもらえるよ、りみちゃん。洋服とかパックとかもらってた。パックないの私。知らんがな。この動画で言われても。もう1ヶ月切っちゃう。知らんがな。フクロウか猫ちゃん。100均で買いました。うん。おー。そうなの、りみちゃんの欲しいものがよくわかんなくて、なんかお人形ってイメージがあったのね、私はまだ。まだベイマックスとかクマちゃんとかその辺が好きなイメージがあったので、ちょっとリミ好きそうなのを選びました。これなんだっけ、名前あったよね、ダッサーズだっけ、合ってる、リミチキップダッサーズ、ほらなんかダッサーズっていうのだけ覚えてる。可愛いでしょ。じゃあリミちゃんここにちょっと見せてください。こんな感じ、これぬいぐるみでいいのかな、ダッサーズ、ぬいぐるみ、うん、ダッサージ第1号。他にもなんかチキン、なんかカエルの先生とか、うん、そういろいろいました、いましたね。その中でもこの子やりました。はい。可愛い。でしょ。次。なんか私髪伸びたくね。伸びた伸びた。私ねこの辺もだったじゃん髪。で、キノコとかやってたじゃん。懐かしい。あ、伸びたくね。伸びた伸びた。よかったね。もうキノコじゃなくなった。おお、すごい。そう、りみちゃんね、もう筆箱ね、もうずっと同じの使ってるよね。使ってる。もう何年ぐらい同じの使ってる？1年。1年ずっと、あれで買えなかったんだよね、今年ね、5年生まで。ね、そうだよね。どう？これなんかさ、推しの缶バッジとか入れられるようなさ、そうなの、なんか板場ならぬ板筆箱を作れるみたいなやつなんですけど、あの、りみちゃんシンプル、私と同じでしかもシンプルも好きなんですよね。だから別に缶バッジつけるとかよりも、シンプルに可愛かったから買ったってだけで、別に板箸ねとかそういうわけじゃないんですけど、とりあえずなんかね、まあ、もしつけたければつければいいし、つけたくなければ別にこのままでも十分可愛いから。なんかね、まあ一応筆箱は好みがあるから、事前にちょっとねどんなのが欲しいみたいなちらっと聞いてて、なんかし、とりあえずシンプルでなんか大きくないやつみたいな、なんか結構ね言ってたからね、うん、それでこれを選びました。筆箱には厳しい、厳しいからね。どうですか、採点の方どうですか、それ。バッチグ、バッチグ、よかった。今使ってる筆箱と同じ形なの。あ、そうなの、よかった。じゃあそれに何、それ、りみちゃん、鉛筆、鉛筆、お、色々、お、何本、5本と消しゴム、お、いいですね。じゃあこれはまたね、あの、りみちゃん筆箱紹介みたいなのしましょう。すごい、消しカス入れられる。え、消しカス入れられるの、へ、すごい、よく分かってないけど、ママ何がすごいのか分かってないけど、私が選んだんだよ、これも。明日これも。じゃあ、りみちゃんさ、近々筆箱紹介しましょう。その時に詳しく紹介してください。そうですね。はい。じゃあ次。はい。
次。お、大物来た。あのですね、わあすごい、私の誕生日もあのリミちゃんがなんかセレクトしてくれたなんかのワンピース、うんうん、昨日も来たんですけど、うん、そのワンピースもらったんで、私もねリミちゃんのセレクト洋服をセレクトしたくて今回ね選びました。リミちゃん、ね、洋服着れるかな、ね、リミちゃんの好みがあのまあ長い上に長いズボンなんですけど、今回ちょっとね可愛いキュートと選んでみました。え、可愛い、まずこれオーバーオール、おーオーバーオール、一応ねスカートじゃないから、リミそうなのズボンなの、リミちゃんのためにロングズボン、これは可愛いと思う。もう何にでも T シャツも合うし、うん、確かにパーカーも合うし、もう何にでも合う、白だし、うん、にちょっと今回可愛いめのね襟付きのねなんていうのかな、ブラウスをちょっとねセレクトしちゃいました。リミちゃんちょっと合わせてみてください。多分超可愛いと思う。あ、いいんじゃない、似合う似合う。それにあのこれです。え、可愛いじゃん、うん、いつもとなんか違うイメチェンって感じで、そうね、本当に可愛いと思って。どう着れそう、うん、おー、よかったよかった。なんか色もなんかいいねでしょ、うん、今までリミちゃんって言うと黒とかしかないから、紺黒、そうそうそう、ちょっとたまに緑みたいなね、だから水色とかだからさ、逆になんかこういうちょっと明るめな感じの色いいかも、ね、持ってなかったもんね、うん、武器です。ちょっと着てもらえますかね、いただきます、もしかしていきますか、じゃあ着替えたいと思います。待って、え、何ちょっと隠したい、うん、着まーす。いや、何グリコしてんの、グリコ、はい、着替えました、一周回ってください、はい、お願いします。かわいいね、赤ちゃんいるんだけど、かわいいね、ゆみちゃんきもっ、あ、いいじゃん、かわいいよ、ほんとに似合ってる、見る、じゃあ、写真撮るね、はい、ということでね、どうでしたか、はい、暑いこの服ちょっと季節があれかな、一気に暑くなっちゃったから最近ね、ちょっと長いけど、でもね生地的にはペラペラだからまだいけるよ、うん、6月いっぱいとか、うん、7月も梅雨とかでちょっと肌寒い時とかは全然着れるよ、リミちゃん、そうね、ね、はい、ということでね、今回はね、リミちゃんの誕生日プレゼントを渡しました。じゃあ一言感想をお願いします。ありがとう。どういたしまして。気に入った？本当？すべて気に入った？優しいできるか。だそうです。ということで、それではバイバーイ。グッバイ。最近リミちゃん気遣いができるようになったもん。大人だ。負けてるよね。私気遣いできない。頑張って。頑張ります。モテないよ。余計だわ。